ありがとう。シャミさん、クソバちゃん、ありがとうございます。誕生日ライブお疲れ様。お嬢、改めてお誕生日おめでとう。読んでくれる場合は、黙読で大丈夫です。ちょっとみんな、優しさライセンス所持者がいっぱい。ありがとね。ちょっと、失礼します。嬉しい、ありがとう。グッズのボイスはマジで最高でしたって言ってくれてる。ボイスって誰が上手なんだろう。あんま、みんなも聞いたことないからさ、わかんないんだよな。あ、出た 出た やばい、これ、炙り出しになっちゃったね。これ、違う、ごめんごめん。超いいんじゃなかったよ。違う、違う。ごめんごめんごめん、違う違う。いいんだよ、別に。なんかみんななんか機械みたい、ボットみたい、他の子聞いてないかわかんないな、みたいになってる。みんなボットになっちゃったよ。違うって、別にいいんだって聞いたって、別に。要はさ、気になってる答えをさ、みんな答えてくれない。なんか単純に誰が上手なんだろうっていうのを聞いただけなのに。みんな買ってんでしょ、購入履歴。購入履歴よ。みんな買ってんでしょ、ほら。すごいね。誰も全然答えないやん、マジで。すごい、なんか、泣き里組ってすごいんだな。マジで何とも思ってない。マジで、じゃあみんな、本当に、なんか、本当って言われると思うけど、本当にみんな、誰のボイスを聞いてようが、誰の配信を見ていようが、誰を押していようが、要は本当に怒らないし、気にしてない。マジで気にしてないから大丈夫。ただ、世の配信も見てくれたら嬉しいぐらいな感じだから、マジで大丈夫。気にしないで。マジ。女の子のね、マジで気にしなくていいからっていうじゃない。本当に気にしてない。ガチ。もう信じて。本当だってば。誰を見てようが。そんなのはみんなの自由なんだから。いいんだって、誰が好きだろうが。本当に、本当だっつうのめんどくさいな。ほんと、立つな。でも、ふーんって思うでしょ？思わない？ あ、みんな思ってほしいのよ。あ、ごめんごめん、そうか、そういうことか。やだ、よ以外のボイス聞いてほしくない、やだや。これか？これか？これなんだな？ わざとらしくてくさ。なんか難しいな。 男の子って難しい。わからない。